第二次シュレースビヒホルシュタイン戦争は1864年にデンマークとプロイセン王国及び関係国の間で戦われた戦争である。シュレースビヒ公国とホルシュタイン公国の帰属をめぐるシュレースビヒホルシュタイン問題が原因である。プロイセン側の勝利となり、両地方はプロイセンとオーストリア帝国の管理下に置かれた。高等学校世界史教科書などでは、 デンマーク戦争と表記されている。残酷を守備するデンマーク兵1871年1866年、アルスを襲撃するプロイセン兵ドイツ、連邦兵士高知占領のドイツ連邦兵士、シュレースビヒト・ホルシュタインは、デンマーク王国ではないが、デンマーク王を公としていただく、同訓連合の形で、デンマークに支配されていた。両地方の多数派は、ドイツ人であり、 19世紀にドイツに民族主義が高まると、両地方でもデンマークから分かれてドイツに帰属しようとする運動が盛んになった。1848年から1852年には、プロイセンなどドイツ諸法が第一次シュレースビヒホルシュタイン戦争を仕掛けたが、諸外国の仲介があり、ロンドン議定書により、領土の変更なくデンマークの支配が継続した。 1863年3月にデンマークは憲法を改正し9月に施行したが、これにはシュレースビヒのデンマークによる併合が含まれており、10月には反発したザクセン軍とハノーファー軍の1万2千の兵がホルシュタインに侵入してデンマークを威嚇した。同年にフレデリク・ナラセイが死去すると、オレンボウ家は断絶し、その後継者として、 同家の支流、グリュックスブルク家からクリスチャン9世が当局した。しかしシュレースビヒホルシュタインをめぐる争いは決着しておらず、ロンドン議定書で結ばれた内容は現状維持であった。フレデリク7世が生前に布告した継承令には当時の王家による両公国の継承も含まれていた。これを11月憲法というが、 その条目はロンドン議定書には含まれていなかった。この盲点をついて、プロイセン王国首相ビスマルクは条約違反を主張し、継承令及び11月憲法の撤回を要求した。しかもビスマルクはオーストリア帝国も誘ってデンマークに圧力をかけた。ビスマルクには多数の住民がドイツ人であることから同地を併合してキール港を入手し、 北海とバルチック海を結ぶ運河を構築する狙いがあった。デンマークは外交によって解決可能であると楽観視し、プロイセンの要求には応じなかった。列強はプロイセンに同調したが、スウェーデンだけは参戦してくるという目論みがあった。ハンスカンディナビア主義の功用を背景に、スウェーデンウォーカール15世はデンマークを完全に支持し、二万の兵の派遣を約束していたのである。 しかし、スウェーデンではすでに国王の手から政治的実権が離れつつあり、スウェーデン議会は軍の派遣を拒否した。反スカンディナビア主義はこれをもって事実上挫折した。プロイセン首相ビスマルクは列強を中立化させることに成功した。さらに、デンマークに対しシュレースビヒ併合憲法の廃止まで48時間の猶予しか与えなかった。 1864年1月、デンマークはプロイセンの勧告を拒絶することを回答した。1864年1月31日に終結を完了したプロイセンオーストリア連合軍は2月1日の戦線布告と共にキール運河とアイダー川を越えてシュレースビヒに進攻し、エッカーアンフェルデからソルゲ川の線まで進出した。2日、プロイセン第一軍団は ミッサウンドの共闘砲を攻撃したが、デンマーク軍の抵抗により撃退された。オーストリア軍とプロイセン混成湖のエシダンは、ダンネウェルク要塞に接近して、攻撃準備を整えた。ブランゲル元帥は、敵上視察を行い、ミッサウンドの突破を困難と判断し、直卒によるアンゲルン半島最東部のアロイスからの渡化を企画した。佳境や、 都船の資材輸送で準備は遅れたが5日の夜には、佳境作業に入り6日午前10時に作業完了、午後4時には、とかを終えた。とかには、デンマーク軍の妨害が予想されたが、プロイセンオーストリア連合軍の前進に伴い5日の夜には、フレンスブルク方面へ退却を始めていた。6日早朝になって、オーストリア軍とプロイセン混成コ,コの絵師団は、退却に気づき追撃を始め、 オーベル政府近でデンマーク軍を激戦の後に撃破し、さらに北進した。7日、デンマーク軍は、不評と騎兵の各1個師団をヘッケルマン将軍に指揮させ、メザ将軍の主力2個師団半は、東方のデュペルホルイへ退却した。開戦後、ホルシュタインにより、さらに南部に位置したザクセンラウエンブルク公国は、プロイセン軍に占領された。プロイセン軍は、 サウンドウィットを占領した後、デュペルホルイを偵察して攻撃方法を検討した。デンマーク軍はデュペルホルイに3個旅団を配置し、アルススンド海峡を挟んだ背後のアルス島に防衛線を敷いて援護した。3月1日、プロイセン軍はデュペルホルイの陣地攻撃を開始し、偵察の結果により左翼6ホルイに成功法を取ることとし、31日までに ホルイの約900メートル前に第一攻撃陣地、4月11日頃までに約400メートル前に第二攻撃陣地を構築した。14日頃にはホルイの約200から300メートル前まで近接して最終攻撃陣地に突撃準備を行い、北方へ派遣していた金成この絵師団も呼び寄せてた。18日午前10時より突撃を開始し、 激戦の後にホルイを攻略した。敗走したデンマーク軍は、海軍の援護射撃の下、後方のアルストのゾンダーブルクまで退却した。この攻撃では、クルップの大砲が初めて用いられ、威力を発揮したと言われた。この戦いで、プロイセン軍とデンマーク軍の双方で共に1100人の犠牲を出した。2月にプロイセン軍主力から分離したオーストリア軍を呼び、 プロイセン混成コ,コの絵師団は、ヘッケルマン将軍のデンマーク軍の追撃に移っていた。本来、列強からの外交干渉を防ぐため、デンマーク本国への進撃はしない方針であったが、プロイセン混成コ,コの絵師団は勝ちに乗じて17日には、デンマーク領に侵入して、コリングを占領した。なし崩し的に、 イギリスの干渉を覚悟で攻勢を継続することとなったプロイセン・オーストリア連合軍は3月8日から前進を再開しプロイセン・コンセイコノエシダンはフレゼリシア要塞の攻撃に向かいオーストリア軍はバイレの地を拠点にしたデンマークのヘッケルマン将軍を攻撃対象とした8日オーストリア軍は激戦の末バイレを占領しプロイセン・コン,コのエシダンが デュペルホルイ攻撃のために転身した後のフレゼリシア、要塞の包囲を続け、デンマーク軍の自主撤退により4月28日に、これを占領、さらに北進して、占領地を広げていった。デンマークは2月26日には、シュレースビヒホルシュタインのすべての港、3月8日には、プロイセンのすべての港を封鎖の対象と宣言した。 プロイセンオーストリア連合艦隊1864年5月9日にヘルゴラント島港沖を航行中のプロイセンオーストリア連合艦隊3隻は北方より接近してきたデンマーク海軍の優勢な艦隊の攻撃を受けたデンマーク海軍は撃退されたがテゲトフ提督の機関が炎上するなどオーストリア海軍も退却した双方が勝利を主張し 先行を認められたテゲトフは少々に昇進した。この後、イギリスの仲介があり、5月12日から休戦をして、講和交渉が始まった。デンマークの妥協案は、その地名をとって、ダーネビア家計画、エーデル計画と呼ばれたが、国境線を定める案はことごとく連合軍によって拒否された。プロイセンオーストリア連合軍は、 シュレースビヒホルシュタイン全土の割譲を要求した。急戦交渉は決裂し、6月26日から戦闘が再開された。プロイセン軍はデュペルホルイを攻略したが、デンマーク軍の主力は対岸のゾンダーブルクへ移って守りを固めていた。プロイセン国王のいとこ、フリードリヒカール親王が、北、シュレースビヒュートランド方面の最高司令官となると、参謀長に、 モルトケを採用し、戦闘が再開された。プロイセン軍は、正面からの攻撃が困難と見ると、北方のバレガルドからの都会を企画し、輸送船150隻で1隻あたり150人分譲することで、約2万人の兵員をアルス島に上陸する計画とした。波浪によって2度の延期を挟み、 三度目の機会となった6月29日午前2時の夜半から反撃の砲火の中を都会し、午後3時に上陸に成功した。占領地を拡充し、即日にゾンダーブルクを攻撃、攻略した。7月1日にはアルス島全島の占領に成功した。アルス島の占領が首都コペンハーゲンに報じられるとデンマークは動揺し、クリスチャン旧世は、 プロイセンオーストリア両国に和議を提出した。デンマークは今回も列強各国の干渉を期待したが干渉国はなかった。プロイセンとオーストリアはデンマークから活譲を受けたシュレースビヒ公国、ホルシュタイン公国、ザクセンラウエンブルク公国の処遇について対立し、隣接国のプロイセンは3公国を併合しようと、図り、 オーストリアはプロイセンのみの利益にならぬよう、シュレースビヒホルシュタインをアウグステンブルク家による独立国として支配権を握ろうとした。ビスマルクはこれに反対し、次の条件を提示した。新興国の軍隊をプロイセン軍の一部とし、プロイセン主管による訓練を施し、プロイセン王を減衰とすること。新興国の電信、郵便、税関はプロイセンの監督下とすること。 キール運河を改作し、関税権をプロイセンが保有すること。軍事用地であるアルストのゾンダーブルク、デューペル、フレデリック・ソルト等のプロイセン領有。これらの過大な要求は、オーストリアの容認するところでなく、ドイツ連邦諸国もプロイセンを非難した。ビスマルクは、本国で内閣会議を開き、対オーストリア戦の改戦の税を決した。これに対し、オーストリアでは、 政変が起きてオムアハが政権を握ったため1865年8月14日のバートガスタイン協定が次の条件で結ばれた。プロイセンはシュレースビヒをオーストリアはホルシュタインを統治する。プロイセンはオーストリアに賠償金を支払いザクセンラウエンブルクを統治する。キール港をドイツ連邦の所有とし、プロイセンはその軍政、警察事務を管理する。レンブルクは ドイツ連邦の所有都市プロイセン及びオーストリアが守備兵を置くこと。なお、プロイセンでは、前首相の子であるマント・イフェル将軍をホルシュタイン知事として派遣した。また、シュレース・ビヒ及びホルシュタインの公爵異性求権を主張していたフリードリヒ発世イフォン、シュレース・ビヒ・ホルシュタインとクリスティアン・フォン・シュレース・ビヒ・ホルシュタインゾン・ダーブルク・アウグステンブルクの兄弟についても、 ビスマルクの働きによって、プロイセン軍籍が剥奪され、公爵の実行力を持つことはなかった。戦争当初のプロイセン参謀本部はまた権威も権限も少なく、軍司令官が大将から任ぜられていたのに対し、参謀本部総長は、中将の職であり、王貴族であることも多い軍司令官は、参謀本部のコントロールに従わなかった。 第二次シュレースビヒホルシュタイン戦争の始まる2年前、モルトケは、対デンマーク作戦の指紋を受けて、正面攻撃を避けて側面に迂回し、デンマーク軍が島に撤退して、長期戦となることを防ぐ戦略を投進していた。しかし実際の戦争が始まると、プロイセンオーストリア連合軍の総司令官の、フリードリヒ・ホン・ブランゲル・元帥とその参謀長の、ホーゲル・ホン・ファルケンシュタインは、 作戦を認めず、参謀本部も半世紀前の平坦部程度にしか見ていなかった。モルトケはベルリンを離れられず、戦況はフリードリヒカール新能の軍団参謀長である、ブルーメンタールからの指針で知り得るに過ぎなかった。戦況は、モルトケの器具通り、進行には成功したが、デンマーク軍は要塞に撤退して、長期戦の予想を呈した。 プロイセン王国の軍事大臣、アルブレヒト・フォンロームは、モルトケの正しさを認め、長期戦によるイギリスの干渉を防ぐための戦争指導を仰ぐように、国王ビルヘルム一世にモルトケを推薦した。プロイセンの派遣軍にモルトケが加わり、指導力を発揮して戦闘が再開されると、プロイセン軍はアルス島に上陸して、ユトランド半島全体の制圧に成功し、 デンマーク軍を粉砕した。古軍奮闘のデンマーク軍は、士気が高く前線したが、連合軍との圧倒的な軍事力の差は埋まらず、交代を繰り返しつつ、一方的な主勢に立たされた。結局、戦闘再開によりデンマークは芝叩く間に、完敗し、屈服を余儀なくされた。モルト家の戦争指導により、参謀本部の功能が認められ、老齢のために退役を願った。 モルトケだったがその願いは退けられ、参謀本部に留任された。戦争終結後、プロイセンとオーストリアの両国は両公国の領有をめぐり、1866年に広島戦争を起こすに至った。これは当時ドイツで起こったドイツ統一の主導権争いの再開であった。北欧において、この戦争は北欧の一体化を志したハンスカンディナビア主義の挫折を意味した。 北欧統一の理想は、この戦争によって破綻し、以後、北欧の民族主義は抑圧され、王権は弱体化し、民主主義と中立主義への道を歩んでいった。ありがとうございます。